番街へいたならば、マリーの家へ行き、どんな暮らししているのか見てきてほしい。五番街は古い街で、昔からの人がきっと住んでいると思う。訪ねてほしい。マリーという娘と遠い昔に暮らし、悲しい思いをさせた。それだけが気がかり。五番街で噂を聞いて、もしも嫁に行って、今がとても幸せなら寄らずに欲しい。昔に暮らし、悲しい思いをさせた。それだけが気がかり。五番街は近いけれど、とても遠いところ。悪いけれど、そんな思いさしてほしい。